京都市とプロスポーツチームが連携し意見交換を行う京都市スポーツを生かしたまちづくり推進町内連携チーム会議が1日火曜日京都市役所で開かれました。これは京都市と京都市をホームタウンとするプロスポーツチームなどが連携してホームタウンデーなどの各種取り組みを企画実施し市民にスポーツの魅力を身近に感じてもらい各チームを応援してもらえる土壌作りを進めようと開かれたものです。1日火曜日に開かれた第1回目の会議には京都サンガ FC、 京都ハンナリーズ、京都 BB ドットエグゼ、おこしやす京都 AC の4チームの関係者と京都市から門川市長をはじめ観光、文化芸術、保健福祉、環境などさまざまな部署のメンバーが参加しこれまでの活動事例の共有や今後の取り組みなどについて意見交換を行いました。地域の方々との触れ合いというのを大事にしていきたい、いろんな施設の訪問もまた子どもたちとサッカーのいわゆるソル普及活動なんかも含めてですね活躍の場が楽しんでいただくそういう場ができればというふうに思っております。体育館の中アリーナの中だけでできることではないと思ってます。どんどん町に出ていっていろんな社会活動を通して企業さんと一緒に学生の皆さんと一緒にそういう活動を作っていくことで地域の皆さんを巻き込んでいけるんだと思っています。 3X3 はそういう商業施設であったりとか、お寺、神社とかで開催するようなスポーツなんで、もっとその京都市さんと組んで、そういう京都らしいところで、大会をして、京都の人たちに、しっかり、知ってもらえるような、チームを目指していきます。今日の話の中でいろいろな活動事例っていうのをお伺いしたんですけれども私たちが知らなかったものもありますし私たちもこれからできそうなものもあったので積極的にできる限り参加していければなというふうに感じた次第です。はい、京都市とその地元のスポーツチームがねこう手を組んでいろいろとやっていこうじゃないかという会議ですね。そうですね、うん、やっぱ地域に根ざしていこうとするとやっぱりねこう地域の人に応援してもらおうということなんで僕は個人的にこうねそうなってるのかもわからないですけどその球場であるとかそのサッカーとか、まあ、あの体育館とか見に行く時 の、 その入場料ね、うん、あの子供さんのはもう圧倒的に安くしてほしいなっていうのはなるほど本当に小遣い、うん、100円の小遣いで友達と見に行けんねんって言って、はあはあ、でこんな選手になりたいな将来ここでこうバスケットやりたいなとかねサッカーやりたいなって思えるようなね、うんうん、なんか子供のためのなんかそういうのももし、実現してくれたら嬉しいなとか思いますね。なるほどね、うん、子供はそういう風にというようにね、うん、絶対みんな足運ぶと思うんですよね。なるほどね、うん、そうですよね、うん、はい、ということで京都市スポーツを生かしたまちづくり推進庁の連携チーム会議の様子をお伝えいたしました。